こんにちは、次郎丸です。今日は次郎丸のゆるゆる農園からお届けしたいと思います。白菜の植え付け。ここが次郎丸の農園です。そうそう、もともと田んぼで、土壌は粘土質、乾くとカチカチ、雨が降るとドロドロです。定食用の畝にはパーグ堆肥をガンガンぶち込んでいきます。さつまいもがまだまだなってますね。ちなみに畝の長さは 4.5 メートル、市販の5メートルの防虫ネット用に合わせました。巻いたバーグはざっくりすき込みます。ここはざっくり。こんな感じになりました。もともと全体は冬場に耕運機かけてるんで、今日は秋用に白菜を植えるので、使うところだけすき込んでいきます。今度は牛糞。ちょっとカメラの角度が悪い。お、虫がいた。虫さんとはさよならです。肝心なところが見えないね。カメラの角度が悪いです。次からは見えるような角度に調節していきましょう。こんな感じで乗っけちゃいました。これも適当にすき込んでいきます。続いて完熟トンプン堆肥。これね、完熟でサラサラなんですね。またカメラの角度が悪すぎますね。そういうこと、そういうこと。鶏糞ほど肥料分高くないですけど、ある程度肥料分が入っているので元肥代わりになります。これも農家直送ですね。酪農農家さんからいただきました。ザクザクすき込んでいきます。いい感じかな。贅沢ですね。3種類の堆肥を入れました。美味しい白菜ができるだろうな。で、今度はクワで持って畝の形を整えます。冷気でもいいんですけど、今日はクワを使います。次は肥料を上からばらまきましょう。そういうことですね。あんまり肥料分の高くないもので大丈夫です。元肥はいりません。で、油かす油分量適当だな。ちょっと入れすぎましたね。カキ殻石灰を使います。苦土石灰だと3週間ほど畑に寝かさなければいけません。すぐに植え付けしたいので、カキ殻石灰なら大丈夫です。あ、いらない情報でした。肥料分が
心もとないので、化成肥料8対8対8っていう一般的なやつをここで混ぜておきます。中は見せたくなかったな。これもざっくり2つかみほど。肥料を畝にばらまきましょう。カキ殻の粉が散るので風向きは考えないと。自分のところに飛んできたら大変です。そういうことですね。まあ二次使用なので仕方ないでしょう。これはさつまいもが植わっていたところで使ったマルチです。ちょうどいい間隔で穴が開いているので再利用します。抜いたさつまいものつるは右側の畝に積んであるやつです。間引きもしてポットに植え替えたやつですね。この穴あけ器すごく便利です。気に入ってます。使い倒してます。周りの土を押さえてそこを押し出す感じでちょっと出せばスルスルっと出てきます。茎が細いので培養土でしっかり茎を補強してあげましょう。まあ、いい感じですね。はい、出来上がりました。あとは上の白菜の列と同じように防虫ネットをかけて完了ですね。間をだいぶはしょってしまいましたが、立派に白菜が成長したので収穫してみたいと思います。どうですか？いい感じに育ったでしょう。この中でもとりわけ出来のいいのちょっと収穫してみようかなと。大きめのカッターナイフでなるべく根っこの土がつかないように、くさくさっと。なるべく農薬を使ってないのでこういう虫がついてくるんです。虫除けのために防虫ネットしてるんですけど、やっぱり入ってきてしまいますね。でもだいぶ防虫できてる方だと思います。
い、白菜が出来上がってました。白菜の収穫完了です。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、低評価、コメント、チャンネル登録お待ちしております。よろしくお願いします。次郎丸でした。